テーブリタクは、中華民国、中華人民共和国の作家、文学研究者、政治家で、中国民主促進会の発起人の一人である。字は、西大。書斎には、元乱道の号を用いた。筆名には、有法各種、秋干守、秋、幼もやい、友原、品、香る、各原神等の多くの筆名を用いた。籍は、 福建省福州府長楽県。1917年、北京鉄路管理学校に入学する。1919年の54運動時期に、屈州博らと、新社会の雑誌を創刊し、また傍順らと民衆儀劇者を創設して、月刊し、沢村劇を創刊するなどして、新聞化運動を衝動した。1920年、テーブリタクは、傍順。 養成党らと共に発起人として文学研究会を結成し文学循環を創刊した。翌1921年、帝は鉄路管理学校を卒業し、傍順の紹介で上海に移り商務院所管で文学研究総書の編集を担当した。1922年、週刊誌、児童世界を創刊し、その翌年には小説月報を創刊している。 1925年9月、私立福丹大学講師となり、翌年には、小立木南大学講師となった。1927年3月、上海で作人公会を組織している。上海クーデター後、政治的圧迫を受けたテーブリタクは出国し、パリにしばらく在住した。1931年に帰国して、国立聖火大学教授となり、翌年、 私立遠京大学教授に転じた。1933年からは、月刊誌、文学と期刊誌、文学期還の編集に参加している。1934年、上海に戻り、木南大学文学院院長となった。またこの時期には、生活書店の世界文庫の主編を務め、さらに、路人との協力で、北平戦風を編集した。 1936年6月には、要政党らと共に発起人として中国文芸会協会を創設している。日中戦争勃発後、テーブリタクは中国文芸会休防協会、中国文芸家協会、中華全国文芸公的総会等に属して、後日の言論を展開する。上海陥落後も、テ義雄の偽名を用い、小湯これらとまた社を創設し、 呂人全州、貫根京都市、霊人文泉などを観光した。戦後の1945年10月、テーブリタクは、週刊誌、民主を創刊し、翌1946年1月には、李健吾らと、文芸復興を創刊した。同年4月、バジョリンらと、中国民主促進会の発起人となり、創設後は、理事となった。また、 中華全国文芸会協会上海文会上無理事も務めている。国境内戦末期の1949年初頭に北平を訪問し中国共産党側に着くことを示した。同年7月中華全国文学芸術工作者代表大会第1回全国大会に出席し中華全国文学芸術会連合会と 全国文学工作者協会の常務委員に選出されている。10月の中華人民共和国成立後、テーブリタクは文化関連の役職として、中央文化部文物局局長、副部長、北京大学文学研究所所長、中国科学院学部委員、高校研究所所長、民間文学研究室副主任等を歴任した。また、政治分野でも、 中国人民政治協商会議全国委員会委員、全国人民代表大会第一期代表を務め、さらに中面友好協会会長にもなっている。1958年、中国文化代表団を率いて、カイロを訪問する途中、飛行機がソ連領内で遭難して死亡した。去年61、ありがとうございます。